ラウンジトークラウンジトークよりご案内申し上げますこのコーナーは空港のラウンジでフライトを待つ男三人が自分たちの興味ある情報を持ち寄って 中国について語り尽くします。睡眠って大事ですよね。大事ですね。うん、で、寝る時の枕がかなり重要だという話をね。聞きますけれども、はい、そこへのこだわりとか気をつけてる点ありますか？はい、あ。でもね。私、あんまり柔らかいのは好きじゃないんですよ。ある程度その硬いと言いますか。うん、ちょっとなんか感じるぐらいの。 方が好きそうです私はなんか最近高すぎる枕がいけないと聞いて、うんはい、枕なしがむしろいいみたいな<ー>話を聞いて実はね結構チャレンジしてるんですよ <laughs> いろいろ変えてるわけですね、はい、で朝起きると大体枕で寝てます多分枕なしが結局つらいんでしょうね私はね,ね<ー>でも本当はそれがいいと聞きましたけど、まあ、どうか分かんないですけど、ね、もろね ね高いのがいいのかそれともまあ私も実際にない状態でも寝てみたりしましたけどもはいどうですかそうなると顔が横向いてんですよねあ<ー><の>結局顔向きにはならないとかにしてその平らにして、うん、負担なく寝ようかっていう姿勢になってるんでしょうねあ<ー>う寝返り打っちゃったりしてねそうね。 まあその枕問題もねいろいろ <laughs> 悩ましいとこですけれどもこの暑くなっている中ねしっかりと睡眠を取らないと自分の免疫力の問題もありますから、うん、しっかりと睡眠を取ってこの夏乗り切っていきましょうさあ北京在住の男3人が情報を持ち寄って中国についてああでもないと語り尽くすコーナーラウンジトークサンレンシンです今日の担当は私です私が気になる話題はこちら トリップドットコムグループとグーグルが共同でウィズコロナ時代の旅行トレンドレポートを発表トラベルオンキャンペーンの一環として世界最大級のオンライン旅行会社トリップドットコムグループはグーグル社と共同でトリップドットコムグループとグーグルによる旅行トレンドレポートを発表しましたこのニュースは6月22日の時事ドットコムニュースからの話題ですこの旅行トレンドレポートというのはどういうものかといいますと、はいうん アジア太平洋地域で実施された調査で、ウィズコロナ時代、今の段階でもコロナとどうやって一緒に向き合っていくか、うん、完全になくなってからの方がもちろんいいに越したことはないですが、いかにして今の状況と向き合っていくかということで、ウィズコロナの時代に消費者が旅行業界の進化にどのように反応しているかを調べているもの、そして今後、数ヶ月間の旅行に関して予想される傾向の全体像をこのレポートで示しています。うん でそれを見てみますと、各地で徐々に規制の緩和に伴って旅行が再開している、または再開している人もいます、でその中でも、短距離旅行への関心が高まっています、やはり遠くにはなかなか行けないですし、うん、あとはそれぞれ海外だったら、その受け入れ側の国の状況もありますよね。はい。 そして今、旅行を検討している、もしくは今後3か月以内に旅行に行きたいと考えている人はおよそ3割だいぶ回復してるんじゃないですかね、うん、3割ってアジア太平洋地域で3割ってことですよね。そうです。うん、地域差はあるんでしょうね、なんか今、北京にいると、まだどうしても旅行という雰囲気ではないかなっていう、うん、感じがしますけどす、ね、世界的、今回の場合はアジア太平洋地域ですが、まあ、3割の人が行きたいなと考えているということです、うん、高まり続けてるということですね。はい そしてそのレポートの中で今後の短期旅行先人気トップ20が出されています、うん、でこれはアジア太平洋地域のユーザーが検索した7割以上が短期旅行の商品となっていますそのトップ20、まあ、たくさんあるんですけれどもそれぞれ都市名になっています国ではなく、うん、ですのでこのどんな都市に行きたいかな 他の人はどんなところにきたいかなということをね旅行に思いを馳せながら少し無食にしてますのでそこに答えていただきたいと思いますクイズ来た待ってました待ってましたお二人に配った資料にはところどころ滑の部分がありますのでそこ空欄になっています3つ開けてますねいていますがまずそのうちの1つは中国国内の都市ですあなるほどはい じゃあ3つ空白あるけど、これは海外の都市っていうのもあるんですねそうです、国内もあるし、海外の都市でもあるとでもアジア太平洋地域のユーザーにとっての短期旅行ですよね先に虫食い以外のところを申し上げますと、トップ20に入っているのは、バンコク、ソウル、上海、東京、バリ、マニラ、プサン、大阪、シンガポール、香港、マカオなどなどとなっています。う 国国内外問わず入ってます一つだけ国ありましたけどね。突っ込まないでおきましょう。シンガポール。これ以外に、あと3つね、当てればいいんですね。一つが中国の都市。ここは人気のある都市ですよね。え、北京これ、今、北京入るのかってことですよね。まあ、そうですよね。今はね、話の流れから。本来でね、やっぱ来たいところだと思いますけどね。北京は入ってないですね。分かった、海南島。ああ確かにね、中国のハワイと呼ばれてますけれども。はい 入ってないですね。入ってないですか。あ、わかった。はい。逆に部下。あ<ー>あ<ー>、応援しようみたいなはいはい。残念ですね。<laughs> ない。それもない。この場所は結構中国国内旅行でも よく人気先の一つとして上がっているとこです重慶あー違いますね生徒違いますねえもう。えちょっと待って待って甲州頑丈違いますねなんだろうこの並びでね本当にわかんない分かった深圳。あ違います上海は入ってるんですよね上海以外で位置的には内陸になるのかな西安はい西安ですへー 西安が国内都市としてては入ってますねでもそうねだから中国人と鍵なわけですよね,すねアジア太平洋地域から来たいということう,うん、うん、だったら西安ありですね、はい、であと中国以外があと中国以外が2箇所ですねですのであとは国名を答えていただければ OK かなという感じですねでも沖縄とか日本は入ってないですね日本はもうない、えー、東京大阪 だけですねこのトップ20の中では多分東南アジアなんだろうなはい、はい、でバリーマニラがあるカンボジアあ違いますねシェムリアップあカンボジアじゃないでもその辺ですクアラルンプールはいマレーシクアラルンプールマレーシア、うん、<ー>そしてあともう一箇所もうここは中国からでは定番中の定番の海外です、ね、中国人に人気のでもバンコクあるよ、うん、もうバンコク出てベトナムとかじゃないですかあベトナムまあベトナムではないですね<ー>もう都市としてここに行くという中国からの旅行客は多いです バカンスを楽しみに行きます。え。でもタイのどっかの島とか、そうそう、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 いうことでタイのどこでしょうと？とま出てこなさそうですね。うん、タイのプーケットです。あ、あープーケット、ね、は,いはいはい。はい、まあ、こういうところが行ってみたいなっていう短期旅行の行き先となっています。はい、そして最初にお伝えしましたけれども、このレポートを行いました。google チャイナの。 担当者によりますと、新型コロナによるパンデミックの発生により、旅行ビジネスの通常期のダイナミクスが一変し、多くの人々にとって決して楽な時代ではなくなった、しかし、この世界的な危機の真っただ中でも立ち直り、ニューノーマルに向かってイノベーションを起こす機会はあると語っています、このレポートの結果を受けて、うんまあ、つまりは、新しい形で旅行ビジネスに変化を起こしていける、うん、ということを感じたということですね。うん そしてウィズコロナという話をしましたけれども、このコロナ禍にある中での観光業でもそれぞれ力を入れているところもあります、例えばハワイ州観光局のおうちでハワイ。おうちでハワイ、これどうやって楽しむんですか、はい、これは動画などでバーチャル体験するというものですね。なるほど、ねうん、それからとは同じように、このバーチャル体験ではスイスの政府観光局などもやっていまして、うん、さらに日本の場合ですと、有馬温泉ゆめぐり VR というものもあります。うーん これはどういうい状況か分,かります分かった分かったえあっあっじゃなくないの。なえだってこれ有馬温泉って言ったらねも,も,しもしかしてですよ、はい、VR をつけて、うん、温泉に入ってる気分で自宅のお風呂に浸かるのかなって今思ったんですけどその通りですまっす逆に危ないに自宅の湯船で VR をつけるとへえ<ー>電源は気をつけていただきたいですけどね すごいな、それはでも面白い <laughs> で。でいこのようにですねバーチャルツーリズムなんて言い方があるんですけれども、はいまあ、アフターコロナ、コロナが終わった後の誘客に向けて動いている取り組みもあるということですねうん、うんまあ、本当にね行きたいなっていう気分にさせるってことですよね、はい。そんなアフターコロナの取り組みですけれども、今回の調査をしました trip.com、これは使ったことあ、皆さんありますよね。はいありますねううん、うん、うん よくあの飛行機とかホテルとか取、はい、るときに使っている方多いと思います、はい、私もよく使ってますが、もしかしたら人によっては、あれ、これ、どこの会社かな、実は中国の会社なんですよね、トリップドットコムはで、ねで。この中国のトリップドットコムグループ共同設立者で会長のジェームズ・リャンさんという方がいるんですが、この方がトップセールス、自分が先頭に立って宣伝活動を行っています。うん、んでどんなことととをやっているかというと りゃんさん自分からがインフルエンサー、言い方によっては KOL ていうい方もありますよね、キーオピニオンリーダー、それでライブ配信で旅行商品の販売を行っていますなるほどライブ配信は今、今というよりも,も、この数年、中国、結構やってますよね。やってますねうん、うん 例えばねウェイボーとかの生配信とか、はい、あとタワー,ー,ーバーとかショッピングサイトがね、うん、もうそこをプラットフォームにあって日本でいうとユーチューバーが商品宣伝してるようなのが公式サイトでやってるっていう感じですよね,、うん、すよねああいうの生放送見たことありますかありますよ、うん、ありますけど僕はその買うというよりはもう本当楽しむあのいろんなのあるんですようん、うん、例えば中国でいうとあの玉を宝石みたいな玉ね石の、ね。はい これ誰買いますみたいな。<ー>セルというか。オークション形式な感じで。はい、それで、じゃあ,あの、どういうふうに加工しますかね、そのブレスレットにするのか、なんか、こう、加工して、置物にするのかうん、うん、みたいな。うんうん、そういうのをオークションでやるんですよ。 じゃあそのリアルタイムのやりとりを見てるわけですよ。えー、す観客の一人として。はい。買うわけでもなく。気がついたら買うって打っちゃってる。投稿 <laughs> <laughs> しちゃってる人がいると。なるほど、なるほど。ほどいろんな楽しみ方があると。うん、はい。で、さっき話が上がったタオバを、私もまあ買い物でネットショッピングしますけど、たまにタオバのページ見てると、今ライブ配信中だよっていう画面が出るんですけども。今放送中みたいな。見る気なくて、うっかり指がそこを押しちゃったんですね。はい。そしたらその部屋に入って、そしたら、 私の、まあ、タオバのノの,の名前アカウント名あるんですけど、うん、入った瞬間に「はーい何々」って言われて<あ>呼びかけられてそのやってる人からですかってきたって表示されたから,だからすぐに「何々さんようこそ」って言われておおって結構びっくりしちゃいました <laughs> 呼びかけられちゃう,う、うん、すごいですそういう多分近さもあるからこのライブ配信っていう効果の大きさはあると思いますでそんな Trip.com が t r i p c o m ムライブを開始しました 先ほど言ったこのリゃンさん会長の人が自分がその土地ごとの民族衣装とかあとはテーマに合わせたコスプレとかダンスやギターを披露してみんなに見てもらうという取り組みをしています。うん、体を張っててるんです、ね、です、ね、すすねねごい,すごい民族衣装とか、えー、ちょっと見てみようこれ でそれが会長さんがやってますからねだいぶすごいですよねこれ社員もびっくりですよねかにね。<laughs> 会長って <laughs> それやるとじゃあ社員は何やったらいいんだって感じでしょうね, <laughs> うね一番おいしいと思ってかれてる<笑><笑>ん<な> <laughs> こんなこのライブ配信なんですけれども中国本土で3月末から6月末までに15回ライブ配信を行っています 結構な回数やってると思うんですよね。結構ですよねこれ多分これって過去のやつも見れますよね。あ、で見れますね。大体のねシステムだと。はい。ちょっと見てみよう。はい。そしてトリップドットコムが発表した情報では、14回までの累計では3000万人の方が見ています。うんうん、そして流通総額は5億6000万円に上るそうです。うん。<や>あ、つまり何この会長の歌や踊りでも5億6000万円売れた。 うん、とといいうことですす、ね、すねすごいですねすごいなそれだけ旅行ってものを身近にしようという取り組みがこう、うん、そうしているということですよね。あのまあ確かにその、ね、さっき冒頭でもありましたがその海外に行くって多分すごく難しいんですよ、うん、まだ。うん、でも本当国内旅行とかであれば、ね、中国国内に関しましても武漢に遊びに行ったとか応援しに行ったっていう人が、ね、い,いっぱいいるじゃないですか。はい、そういうういことで言うとで国内旅行の い,いわゆるその発掘というか、ね、そういう時期なんじゃないかなって私自身もちょっと今思ってまして、うん、まさにねこの民族衣装とか今からちょっと少数民族の地域行こうとかっていうのはもう本当今の時期にしかできないしそれで言うとね比較的まだ値段が安いじゃないですか。本本当当そのの旅行もね今今ままででははは中国人海海外に海外ににっってなってなしたけど、はい、今はこウィズコロナで 国内にっていいいいうのを見直すすいいチャンスかもしれないですよねうん、うん、だから日本国内でも同じような流れでまず近場のところ市内であったりとか県内であったりとかそういうところの人に来てもらおうという取り組みは始まっているので、まあ、今、外っていうよりもまず中のことをしっかりしようっていう流れにはなってるのかもしれないですよね。うん、なるほど このようなライブ配信、そして旅行業界の動きなんですけれども、もちろんその経済面としての観光業の活性化には間違いないと思うんですが、やっぱり今の時期だと、どうしても家にこもりがちになるので、うん、そんな中でも家で楽しめる楽しさとか、終わったらこんなことをしようって思える希望につながるから、これはこれでいい取り組みなんじゃないかなと、私は思ってます。うん、そうですねまま、うん、まだまだももちろんん、ね、手軽には出かかけけられませんけれせども、まあ、いつの日か こんな旅行できたらいいなとか、そういうことを考えると、今の乗り切り方としては楽しめるんじゃないかなと思います。いや、私はあの海に行きたいんですよ。海南、海南島ですか。海南島みたいね。あの、もう砂浜で、南の海。うん、もう南の海がいいですね。南の海、北の海って言うと、ちょっとね、寒い感じになっちゃいますからね。だからね、もうコロナが落ち着いた頃には、もうぜひね、海に行きたいなと。 思ってます、うん、でさっきグーグルチャイナの人の発言でニューノーマルに向かってイノベーションをというんねまあ、今、旅行会社でそれぐらいやっぱり追い詰められてるところあるじゃないですか、うん、大変な状況、はい、だからこそ、ね、この会長が自ら歌って踊ったりとか、うん、でこういうイノベーションがまだまだこれから出てくるかもしれませんねそういうのを楽しみながら応援する必要があるかなと思いました。まあそしててこういうういいトップのの人が動くっていうのは 組織にとっても下の人がすごい安心するし、ついていこうっていうモチベーションにもつながると思うので、この trip.com の取り組み面白いなと思いましたので、今回ご紹介いたしました。さあ、そろそろフライトの時間となりました。またラウンジでお会いしましょう。以上、ラウンジトーク3連新のコーナーでした。